度出てないこれ。おっそよよえ。ダメ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 。うちはどしかもって子供たち。そこは守るのかよみたいな。はいどうも、マイクロモビリティ研究所の須藤です。なんなぎです。今回の動画は、街中 EV 調査、違反大続出、違法に走っている人に勝つ入れます。釣れます。今回はスタッフさんに事前に撮影していただき、こう違反している人を撮ってもらいました。お、実際に違反している人って結構いますか？そうですね。正直ちゃんと正しく乗ってる人の方が少ないんじゃないかなっていうぐらい多くて、大阪で撮ったんですけど、やばかったですね。いや大阪やばいみたいな。でまあまあ、まあ、大阪だけじゃなくて正直神戸でもループ乗ってる人とか見ますけど、やっぱちゃんと乗ってる人の方が少ないです正直。で今回なんですけど、なんかまあカメラで撮るだけじゃなくて、まあ、実際こう注意しろよって思う人も正直いるかもしれないんですけど、これ今回トラブルをちょっと避けるために違反している人に対しては注意などは行ってなくて、まあ、今回の映像からどう撮るのが正しいのかを、正確な情報っていうのをこの動画でお伝えして、そこで世の中の違反が少なくなるように貢献できたらと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速一つ目の映像からお願いします。めちゃめちゃ歩道ですね。あ、自転車持った。はいはいはい。どうですか？もう結構スピード出てますね。もう絶対6キロじゃないですよ、ね。6キロじゃないです。最高速度表示灯も点滅してなかったし、まあ、明らかに6キロ以上出てますんで、ね。もうね、傍から見ても分かる感じ。失踪しましたね。ね、危ない。これは危ないですよ。そもそも走れる歩道かどうかすら、まあ、僕ら見てなかったですけど、うん、分かんないです、うん、そもそも走れない歩道の6キロでもありますし、うん、ありますからね、歩行者専用ですね。そうですね、はい、まあ、でも結構いるんじゃないですか。うん、いますよ。歩道全然見ます、正直ね。ガチで見てるやつ。ガチで見てます。もう逆に歩道走ってる人が多い説はある。もう自転車みたいに使ってるからね、やっぱり。そうですね。自転車も車道より歩道走ってる人の方がね、多いからね。多いかもしれないですからね。これってどうやったらなくなると思います？でももう認識っていうか、意識するしかないですよね。意識させるしかない。電動キックボードは歩道じゃなくて、もう公道走ってくださいっていう風に。しかない。そうですね。もう無理って思わせるぐらいじゃないと多分なくならない。やっぱ今って多分なんですけど、なんか抑止力がないと思うんですよ、うん、なんか捕まらんやろみたいな、うん、実際多分検挙数ってそこまで多くないと思ってて、これはちょっとおまわりさんに頑張ってもらうしかないのかなっていう。ちゃんと頑張って捕まえてもらって、検挙してもらって、あ、やっぱ捕まるんだっていう世の中のこの、うん、常識として、一般常識としてなるようにならないと、これもなくならない。いやマジでかなって、うん、思います。お前さんと仕事増やして短くなってる。お願いします。じゃあ次お願いします。めっちゃ赤やん。なんだこれ。歩道は青なんですよね。あ、なるほどね。なるほどね。公道を走ってるのに歩道の信号に従ってるんですね。うん、一応左右見てらっしゃったけど、うん、そうですね、見てらっしゃったけど、うん、ね、都合のいいように。確かに。ちなみにこれは本当に信号無視ですか？この歩道モードで走ってたら信号無視にならないと思うんですけど。だから。20キロで走っていると、これはもう信号無視ってことですか？で、私は思いますよ。実際、あのなんか前のクイズみたいな感じになっちゃいますけど、あ、これは信号無視なんですよ、はい、ただ、これは何で決まるかっていうと、歩道に補助標識で歩行者自転車専用って書いているかどうか。あ、でそれが書いていると、うん、歩行者の
青にした感じ。それは公道走ってるんですか？あ、そうです、車道走ってます。車道走ってますか？そうです。なるほどね。だから自転車も一緒です。歩道モードじゃなくても。歩道モードじゃなくても。自転車も一緒で、逆に自転車も本来は車道のやつに従わないともちろん行けないんですけどっていうやつなんで、これはまあ実は信号無視ですよっていう。あ、確かにちょっと渋い、ね、問題です。確かにちょっと難しいというか、まあこれはまあ仕方ない部分もあるかなとは思うんですけど、まあ、まあ違法、違法なんで、はい。これ僕の横をスッと抜けてきて、やばいですよこれ。やばい。普通にもうほらもうぶつかるぶつかる。いやーもうね、あ、ちなみに信号無視してます。してますね。はい。いろいろと無視してますね、社会のルールをね。危ないですね。正直こんな人ばっかでした。うん、あんまり。そんな危ないって思って一回こういう人はこけないと多分気をつけない。自分で痛いのみたいなのも気をつけないタイプの人です。結構過激発言。だいぶ過激発言ですね。痛いの見ないと。まあ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 、そうなんですよね、多分、人って。でも、便利を履き違えたらダメですよね、本当にね。やっぱり、ルールを守ってこその便利さっていうのをね、やらないと、やっぱりみんながね、一人でね、行ってるわけじゃないので、気遣い合って乗らないとね、結局ね、やっぱりね、大変なことも起こるかもしれないんでね。もう危なかったですよね、もうね。次の動画お願いします。衝撃の映像をじゃあ、はい、なかなか見ない。今出てないこれ。おっそよよよ、えダメ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 。ちゃんとしかもって歩道モードにしてそこは守るのかよみたいな。そこはなくなる。そこは守るんだけど2人乗りはするって。いやむちゃくちゃだな。おもろ。いや本当に。ただ最後一点無視してますから。そうだね。多分見ててなんですけど、その実際普通の20キロのモードで走って、はい、この横断のところだけ、はい、なんかその特例特定で6キロで走ったら、はい、多分間違ってやった。ああ。なんか遅いなーって感じだったから。なるほどね。なんかめっちゃ礼儀正しく一瞬見えるんですよね。なんか謎に。いや遅い。ですね、やっぱ2人乗りしてる。2人乗りどうですか？いやでもなんか安定しちゃってるから危なく見えへんのも良くない。でもこれやっぱだいぶ危ないですね。危ないですよね、まあ、自転車の2人乗りもそうなんですけど、後ろが受け身が取りにくいんですよね。こけるかどうかって前の人しか分かんないんで最初、そうなった時に特にこういう風になんかこう後ろ体をつけてるんで、そうなっちゃうともうこけるだろう方向に体がもう持ってかれちゃうんで、その時足が出ないっていうか、そうなんで多分後ろの人はもう普通にめっちゃ怪我しちゃいます。え、前の人がでかいから余計な前見えない。そうですね、前の人の方が身長がちっちゃかったら後ろの人はまだ安全かなと思うんですけど、これループですよね。しかもループです。2台ありましょうよ。いやほんまにそうですよ、ね、多分ね、運転免許証持ってないです、おそらく一人が。ああ、なるほど。でもなんで乗せちゃえみたいな感じで乗せちゃったかな。たかが100円、200円のために、うん、別にやらないんで、こんなリスキーなことやらないんで、ね、まあ、それか、1台で、ね、充電なかったもありえるな。あ、まあ、確かに本当になかったとかね。まあ、最近めちゃめちゃありますから、ね、充電ないループ確かに。やっぱ利用する人が増えて。じゃあ、はい、次ラストです。はい。はよ。これも2人乗りなんですけど。あ、前が座って後ろが立ってます。まあ、シャリでよく見ますよね。前の人が座って後ろの、あの、荷台のところに立ってるんかな、人の手が。気づきました。まあ、信号無視してます、2人乗りしてます、もう一個あるんですよ、これ。
走る位置おかしい。お前ら、右右なんならそれもあります。なんならそれもあります。あ、でもない。これナンバーついてる。あー、そう、もうナンバーついてないよね。これそもそも公道で走れない車両なんですよ。で、それ今回その1台しかこれは撮影してないですけど、このバイク、なんか B バイクみたいな、ちょっと忘れちゃったんですけど、このバイクを売っているところはこうこうこうしたら公道で走れますっていう言い方をして売ってるんです、うんうんうん、でもそれは自分でやらないといけないっていうとこなんで、なるほどね、この日だけで8台ぐらい見ましたね。あのナンバーついてないこの車両、ま、確かにその業者さんは別に悪くないですけど、でもこうなることって絶対分かってたと思うんですよね、正直。そのナンバーつけずに、保安部品つけずに公道走って分かってたところなんで、正直、正直、まあ、その業者さんも、まあ、責任の一端はあるかなって思っちゃいますね。悪いことをしてないって言われたらしてないんですけど、予想できるんです。やばいっす、こんなのばっかです。実際、そう見たいです。そりゃね、この特定原付を問題視する人がいるのね、多いのもね、わかりますよね。わかりますよね。ちゃんと乗ってないですし、特定原付危ないっていうイメージついちゃうじゃないですか、多いね。本当にやっぱ、一人一人の意識ですね。これから、ね、もしかしたらもう、なんならもう取り締まりされすぎて乗られなくなるかもしれないですよ、本当に。うん、そうですよ ね。でまあ、乗れるようにするために取り締まり強化をやっぱ、うん、そうですね、個人的にはしてほしいなっていう。世間で一体が協力してやってもらわないと、うん、 そうですね、でそれで世間の認知的に、あ、やっぱこういうふうにしたらダメなんだ、ちゃんと正しく乗ろうっていう、そういう考えになっていったらいいかなと。はい、はい、思います。はい、正しく乗っても便利ですから。そう、はい、便利なんですから、本当にそう。みんなでね、ちゃんとやっていきましょう。はいはい、ということで今回の動画は街中 EV 調査、違反大続出、違法に走ってる人に勝つれますということだったんですけども、どうですか、ストーンさん。本当に勝つをね、勝つを入れないとダメです。勝つってこれなんですいや、みたいですよ。でこれからやっていきたいと思うんですけど、はい、持って大丈夫にひどかったですね、うん、そこまでは見ないんで、うんうんうん、ただこうやって見ると本当にひどいです ね、はい、私たち もうここでしか喋ってなかったんで、実際やっぱり外に出てみるとおるんやなっていうのを改めて感じましたね、はい、なのでまあ皆さんで意識改革をしていきましょう。はい、ということで今回の動画が良かったと思う方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは次の動画でバイバーイ。 さあ今日のモビリティ研究所はここまで。マイクロモビリティ研究所はグーバイクの提供でお送りしております。